よちんのビートルザゴーゴー。はい、今回も始まりましたよちんのビートルザゴーゴー、2020年7月号 DJ のよちんです。どうぞよろしく。早いもので今年ももう下半期、前半は本当にいろいろありましたが、後半元気に盛り上がっていきましょう。最後までお付き合いください。さて、今回のよっちんのビートルズは55では、東京神奈川を活動拠点にしている女性ユニットの演奏を、そして今回が第9弾となる大好評企画のビートルズで遊ぼうでは、アコースティック重視でちょっと跳ねてるカントリーブルースをお楽しみいただきたいと思っておりますので、お楽しみに。それでは早速参りましょう。 We love the Beatles。 それではここで強力なスペシャルスポンサー、イギリスはロンドンに拠点を置くビートルズマガジンをご紹介。ビートルズマガジン、ビートルズ関連ニュースは毎日24時間音源やビデオ、レアな写真や彼らの最新情報など数多く更新しています。さあ、あなたも彼らのページにアクセスしてみてください。ビートルズマガジンはビートルズファンのための最高の情報発信ニュースです。世界中になんと3億5000万人を超える読者を持つ強力なスペシャルスポンサー、ビートルズマガジンをご紹介したところで、早速今月のグループご紹介しましょう。その名はストロベリーツインズ。ビートルズバンドが集うライブハウスのセッションで出会った2人によるユニットで、ライブごとにゲストメンバーを迎え、バンドという枠を超え、ザ・ビートルズを愛する仲間と音を合わせて楽しんでみようという試みをする新しい形のユニット。2018年4月にデビュー、東京神奈川が今の活動拠点とのことです。デビューの年は毎週のようにライブを重ね、最近ではストロベリーセッションを含め1ヶ月に1度もしくは2ヶ月に3度ほどのペースで活動されています。今後はメッセージ性のある曲もレパートリーに入れながら、親善大使みたいな役割になれたらというとおこがましいですが、ビートルズを通じて世界中の平和を皆さんと一緒に祈っていきたいですとのこと。現在決まっているライブはいくつかあるそうなんですが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催自体が微妙とのことで、発表は控えさせていただきます。ライブ音源でメドレーをご提供いただいたので、各元曲についていつものようにてっちゃんにうんちく語ってもらいましょう。てっちゃん。はい、鉄製です。それではうんちく語らせていただきます。駆け足でご紹介すると、1曲目は1966年に発表されたリボルバーに収録された、実質的にはジョンのドラッグソングですね。アルバムのレコーディングの最後にポール以外の3人で録音された作品、唯一ポール不参加の曲でしょうね。2曲目、3曲目、4曲目は1965年に発売された6作目のアルバム、ラバーソウルの A 面6曲目と B 面5曲目、 A 面1曲目に収録されていた作品。プロデューサージョージ・マーティンがハーモニウムのソロを弾いていたり、誰が書いた曲かわからなくなっていたり、4曲目はポールが書いた男女の駆け引きの歌だったりします。この頃は作風が複雑化してきて、いろいろ混沌とし始めていた時期なんでしょうね。5曲目はアビーロードからポールの作品で、この曲のボーカルをレコーディングする際、喉が潰れるのを覚悟した上でスタジオに一番乗りしては1日に1テイクのみ録音し、納得がいくまでやり直して仕上げたとか。6曲目、7曲目は1968年に発売された2枚組アルバム、ザ・ビートルズに収録されている曲ですね。6曲目はアルバムの1枚目、 A 面2曲目に収録された、実質的にはジョンの作とされる楽曲で、ビートルズが同志マハリシ・マヘシュ・ヨギの講義を受けるためにインド北部のリシケシュに滞在していた数ヶ月間に書かれたものの一つであり、共に滞在していたイギリスの女優ミア・ファローの妹の名前をあしらっています。7曲目はアルバム2枚目、 C 面6曲目の曲で、ポールが書いたしっちゃかめっちゃかというイメージをイギリスの有名な滑り台アトラクションになぞらえたもの。8曲目は1970年に発表された Let It Be、 B 面2曲目の作品で、これもジョンが書いたのかポールとの共作かわからないというもの。
そして最後の9曲目は再び1968年に発売された2枚組アルバムザ・ビートルズからポールの作品で超有名曲をチョイス。超有名曲なんですが、ジョンやジョージは嫌いだったそうですよ。盛りだくさんで楽しみですね。 Here we go。 それではお聴きいただきましょう。ストロベリーツインズの演奏でメドレーです。 She said, she said, the word, wait, drive my car, oh darling, dear prudence, helter skelter, one after 99, oh bloody, oh brother, 駆け足ですがどうぞ。She said, she said, the word, wait, drive my car, oh darling, dear prudence, helter skelter, one after 99, oh bloody, oh brother, メドレーでお聴きいただきました。さあ、続きましてはこの番組の大好評企画、ビートルズで遊ぼうをお届けします。今回お聴きいただくこの曲の元曲は軽快な曲調でありながら歌詞は一筋縄ではいかない意味を持つナンバー。メンバーは今回、ギターコーラスにテーブルドッグのコーネル君、ボーカルとタンバリン、シェーカーは僕、ギロとタンバリン、トライアングルは最終兵器のマルちゃんという3人でお料理してみました。レコーディングはいつもの神戸三宮の僕の店ザ・ケーブ神戸で。それではこの曲もてっちゃんにうんちゃん語
ってもらいましょう。てっちゃん。はい、再びてっせいです。それではビートルズで遊ぼう、語らせていただきます。この曲は1965年12月3日に発売された6作目のイギリス版公式アルバムラバーソウルの B 面3曲目に収録されていました。ポールの作と言われており、メインボーカルもポール。先ほどヨッチンがちらっと一筋縄ではいかない歌詞と言っていましたが、実はこの作品、ポールが当時の婚約者ジェーン・アッシャーに向けた内容で、意味にはどうやらモテすぎるポールに愛想を尽かしてしまったジェーンへの嘆きのメッセージが込められています。記録によると、この曲でリンゴはハモンドオルガンを弾き、隠し味のようにマッチ箱をパーカッション代わりに叩いていたとか、遊び心なんでしょうかね。そんな曲を今回ヨッチンたちはカントリーブルース調に仕上げたとのこと。メインボーカルを久しぶりにヨッチンが担当、そちらも楽しみですね。 Here we go。 それではお聴きいただきましょう。ザ・ビートルズの I'm looking through you をカントリーブルース風にしちゃったです。 Here we go。究極メドレー、そしてビートルズで遊ぼうのカントリーブルース調 I'm looking through you お聴きいただきましたが、いかがだったでしょうか。ビートルズナンバーは演奏する人も聴く人も楽しむためにあると思っていいんじゃないですかね。みんなの歴史的資産ですからね。いろんな形でこれからも楽しんでいきましょう。ということで、そろそろエンディングです。世界中で国境を越え、世代やジャンルを越えて愛され続けるザ・ビートルズ。彼らの楽曲は彼らを愛する人たちの共通の言語と言っても過言ではないでしょう。彼らにインスパイアされ楽器を持ち、彼らの歌を歌う者同士ならとてもシンプルに心を一つにできる。いやー、ビートルズって本当に素晴らしいですね。よっちんのビートルズは55、今回はここまで。また次回をお楽しみに。 See you next time. バイバーイ。